岩手県立住田高等学校は岩手県気仙群住田町に所在する公立の高等学校通称重工学校設定科目地域創造学住田町立の保育園小学校中学校に加え県立住田高校の5校が文部科学省開発学校の指定を受け地域創造学に取り組んでいる教育コーディネーター住田町の 住田高校自学自習支援事業の一環として、教育委員会の嘱託職員、教育コーディネーターが研修会館に常駐しており、自学自習及び社会参加活動等を支援している。岩手県教育委員会は、志願者数の減少に伴って、高田高等学校への統合を計画していたが、住民らの反対運動により、学級減にとどまった。令和2年度に公表された。 新たな県立高等学校再編計画案によれば、令和7年度まで、住田高校は1学級維持となっており、当面の間、統廃合はない。ただし、志願者数が定員の3分の2を下回った年が2年続いた場合は、翌年度から募集停止、統合となる場合がある。住田町は、同校を、併設型の公立中高一貫校として、 存続を図りたいとの考えを示している。ありがとうございます。